リンドスは、エーゲ海のドデカネス諸島ロドスト東,東岸にあるギリシャの、町及び、高古遺跡。ロドス市から南に、約55キロメートルの位置にあり、風光明媚な海岸があることから、観光地として知られている。現代の町より小高いアクノポリスがあり、天然の要塞として古代ギリシア、ローマ帝国、東ローマ帝国、西ヨハネ騎士団、オスマン帝国が利用してきた。 このため、発掘とその考古学的解釈が難しくなっている。アクロポリスからは、周囲の港や海岸線が見渡せる。紀元前10世紀頃、トレーポレモスに率いられたドーリア人がリンドスを建設したと言われている。この辺りに建設されたドーリア人のヘクサポリスの一つである。ロドス島の東岸にあることから、紀元前8世紀頃には、 ギリシア人とフェニキア人の交易の場として栄えた。紀元前5世紀末にはロドス市が建設され、徐々にそちらに中心が移っていった。古典期には巨大なアテーナ・アリンディアの神殿が建設され、紀元前300年頃に最終的な形に達した。ヘレニズム期とローマ帝国時代には神殿にさらに建物が追加されて大きく発展していった。 中世初期にはそれらの建物が使われなくなり、14世紀には、その廃墟の上に、西洋羽騎士団が要塞を建設し、オスマン帝国と対峙した。アクロポリスからの眺め三段階線のレリーフリンドスのアクロポリスでは、今も次のような建物の一部が見られる。アテーナーリンディアの道理屋敷神殿リンドスでの、発掘は1900年から1914年。 ケーフ・キンチとクリスチャン・ブリンケンバーグの指揮でデンマークのカールスバーグ研究所が言った。アクロポリスは岩盤に当たるまで発掘し、すべての建物の基礎を剥き出しにした。イタリアがロドストを支配した時代にはアクロポリスの復元作業が行われたが、その結果は不完全なもので歴史的記録を破壊しただけだった。北東端のアテーナ神殿が復元された。 プロピュライアに登っていく階段が復元され、ヘレニズム機の多くの柱が建て直された。しかし、岩盤をコンクリートで覆い、石のブロックはもともと発見された場所から移され、壁の復元に使われた。現代の基準からすると、この復元は出土したものに関する十分な検証もせずに行われており、損害を与える結果となっている。 近年ギリシャ文化省の監督のもとで国際的な考古学チームが正しい復元と保護のために働いている。ありがとうございます。